シトさん、もうやって、なんやねん。お疲れさんです。何回それすんの。ありがたいことに見つけてしまいました。今回ポケモンカードパック。すごっ。インスタ V 普通にカードショップに売ってた。そう、これめっちゃ人気なやつじゃん。俺あんまり詳しくないけど、マジで俺詳しくない。俺でも知ってるぐらいから。やろ。1パック10枚入りの1ボックス、これ10パックしかないの。そう、これでまあいつもと同じ感じでね、まあ向いてもらって出たカードを査定して、その金額でどんだけ増やせるのか。え、どういうこと。これで例えば1万円で言うとするやん。うん。そしたらその1万円で何すんので競馬するなり競艇するなり、パチンコとか。そうで、何時間ぐらいにしようか。制限時間。うん。あ、なるほど。錬金術ってことか。大人の錬金術をしてもらいたいね。あー、なるほど。大人がこのポケモンカードからどんだけお金を増やせるのかってことか。そう。ちょっと、だいぶ開封したくなってきたわ。1ボックス5000円のポケモンカードから、いくらになるのか、ちょっとね、錬金術をね、していこうかなって思います。じゃあ早速、開けていきましょう。これさ、全190種もあんの。これ結構至難の技やで、マリーちゃんとリザードンとか言ってるけど。ほんまやな。まあ1パック10枚入りやからな。頼むぞ、錬金。わ、でも確かに1パック分厚いわ。怖いなぁ。お、なんかスイッチの宣伝みたいなの入ってたぞ。ドガース、エレズン、ピッピ、ローズ、カマス城、あ、これは違うの、トレーニングコート。おわー、スイ君。かっこよくない、このフォルム。いや、かっこいいな。これありがたいっすね。スイ君、ダイオード、イエスさん。あー、これで終わりか。で、ラストピッピっていう感じ。マジで頼む。最初の方で安心したいな。確かに。で、毎回なんかこういう宣伝のカードみたいなのが入ってるっていう感じやな。珍しい化石、ベロバ、ゴース、ギルガルド、メタル操作。うわー。ボックスらめっちゃキラッキラ。あ、タップルかもた。タルップル。うわー。え、それや。うわー。ネズ来た。ありがとうございます。 SR 入ってた、よかった。頼むぞ、なんか来て。うわー、 SSR や。これもリザードンの枠終わったで。でも SR と SSR 入ってねんな。うん、ゴリランダーの SSR 来たで。残り3パック頼むで。何か来てくれ。うわー、無限大なか。今回はこの主な当たりの5枚にしようか。こちらの5枚で査定して次の錬金にね、挑みたいと思います。じゃあたかし君、査定お願いします。いいよ。査定終わった。査定終わったよ。発表してください。なんかもう多面でもいいかなっていう。一番高かったのがネズ。3000ぐらい。1000円。安っ。これ一番高かった。あー、一番高くて1000円。だいぶちょっと渋めちゃう今回。これ1000円ね。ゴリランダ300円。1300か。今この3枚100円です。今1600円。いません。5000円が1600円。全然錬金術できてないけど。で、うん、なんかさっきここに向いてたレシラム、これなんか属性みたいなとこまでさ、うん、全部光ってんのよな。これレシラム高くて、これ500円です。え？ってことは1600+500で合計1100円ですね。いいよ。2100やったらパチンコは無理やん。無理、絶対無理ってなると競艇やな。とりあえず2100を最低でも5000には戻さなあかんから、今もう開始40分ぐらいなんで残り2時間20分ぐらいっていう感じですね。じゃあ2100円で次の錬金参ります。いいよ。はい、ということで、持ち金2100円の男、今、競艇2000円入金して、こちらの買い目、買いました。あの、一応ここに貼っときますね。光飛びで。1札3、1札4、1三2、1三4。1が A2 やね。あと、2から6、全部 B1。ほー、これは面白いですね。そうそう、もうも1来るでしょっていう感じで、ピン速攻って感じ。おー、いいよ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 。いいね、いいね。はい、完璧。オッケー。オッケー、オッケー、オッケー。オッケー。はい、的中してまーす。500円買ってます。うお、ありがとうございます。もうプラス。とりあえず錬金2000円から、6500円までしました。もうプラスやで。5000円から1500円プラスっていう感じで、あと1回買ったらちょっとパチンコにね、行こうかなっていう感じで、もう1レースやりたいと思います。いいよ。はい、もう間もなくね、レース始まるんですけれども、6500円全部使いました。こちら3000円と3500円っていう感じ。123、132、この2ベッドで勝負。もう男いったな。男だいぶいったよ。ったこれ結構硬いレース。一号艇エンドエミっていう、まあ女性レーサーでめっちゃすごい選手やから、うん、まあ1来てくれるかなっていう感じで、そこ勝ってほんまにもうパチンコっていう感じ。いいよ。まあ3でしょう。うん、これはもういけ。イン逃げよ。うん、イン逃げ速攻。
さっきと同じ感じやで。おエンドエビ大丈夫か。おい、あの3めっちゃいい、3めっちゃ、あーオッケーオッケーオッケー、3がカバーしてくれたら、あー、きとんちゃん、おー、いや中が怖い。オッケー、喧嘩しろ喧嘩しろ喧嘩、オッケー、しかも1-3-2、おー、勝者、おー、勝者、おー、おー、俺ちゃんと動画で結果出したいね。おー、勝者、いや、オッケー、1-3-2やねあれはイサニーやね。いいよ。見んで、たかしくん。見る。いくで。よし、はい、貼っときます。もう貼った方が多分見やすいと思うんで。はい、1-3-2、3000円買って27,000円。で、プラス最初に100円あるから、28,000円っていう感じだな。ゲッ、うそういうことです。ということで、じゃあ今から北斗武装打ちに行きたいと思います。いいよ。はい、ということで、さっき買ったね、競艇のお金を下ろしてきて、今からね、パチンコに行くんですけど、ちょっとね、確率を高めるために、こういうことよ。2人で打つっていう。あ、なるほどな。1つの台で2万飲まれるより、1万ずつ2台に突っ込んだ方が、多分可能性は高いから、確率は。それで、行きたいと思います。出たかった。いいよ。失敗したな。普通に錬金失敗してもたわ。で、残り800円あったやんか、使い切る前に。それでカレー買いました。錬金失敗で普通に0円になったっていう。